スピーディ・クラクストンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ヘムステッド出身の元バスケットボール選手、NBA のサンアントニオスパーズなどで活躍した。身長180センチメートル、体重77キログラム。ポジションは、ポイントガード。ホフストラ大学在学中、チームを初めて、アメリカ東部チャンピオンに導き、 デラウェア大学を破って NCWA トーナメント出場を決める。しかし、一回戦でデズモンド・メイソン率いるオクラホマ州立大学に敗れた。2000年の NBA ドラフトにてフィラデルフィア・セブンティ・シクサーズから全体20位で指名されて NBA 入り。ルーキーイヤーは膝の故障に苦しみシーズンを全休した。2002年サンアントニオスパーズに移籍し、 ドニー・パーカーの強力な控えとして活躍し、NBA チャンピオンを経験した。2003年、ゴールデン・ステート・ウォリアーズと3年に1000万ドルの契約を結んだ。2005年2月24日、デール・デイビスと共に、バロン・デイビスとのトレードで、ニューオリンズ・ホーネッツに移籍。2006年7月12日、アトランタ・ホークスと4年2500万ドルの長期契約を結ぶ。 怪我に見舞われ、契約以来ホークスでは42試合のみの出場に止まっている。そして2009年6月25日、ジャマール・クロフォードとのトレードでゴールデン・ステート・ウォーリアーズに加入したが、シーズン中に解雇された。スピーディの名の通り非常に素早く、スリーポイントはないが、フリーのミドルシュートを高確率で決める。ゲームメイクに優れ、コート上の良き指揮官である。 守備においては、素早さを活かして、スティールを量産し、アップテンポなゲームメイクにつなげる。しかし、体格の小ささがミスマッチを生みやすく、また怪我の多い原因にもなっている。ありがとうございます。